おはようございます関根和夫ですお元気ですか、えー、恵みの深呼吸今日はどんな話になりますかお楽しみください原有早急という方が書いた本善を暮らすという本の中に和歌や俳句の解釈についてということでまあ、ちょっと、えー、興味深い内容がありました松原大道というまあ老師との対話の こことを思い出ししなななががらの一文んんですけどもこんな言葉がありました和歌や俳句には具体的に書かれていない理理科の理ですね真理が推測されることでようやく完成する書かれた和歌や俳句ということ現象の背後に潜む理がいわば万人に自明のこととして信じられているのであるとつまり 言葉にできない世界を言葉によってなんとか彷彿させようという極めつけの創作が俳句や和歌だとすれば日本仏教も同じではないかというなまあこれあの松原氏の主張なんだと思いますけどで歌が紹介されていて仏法は障子の引き手峰の松火打ち袋にうぐいすの声仏法は 障子の引き手。峰の松火打ち袋にウグイスの声という歌があるんですね。これ聞いて。どんなふうに感じられるでしょうかね。障子の引き手も峰の松も火打ち袋もウグイスの声もあまり生活じ。実際的な生活にはあまり関係なく、まあ、峰の松とかウグイスの声ってのは風流ですけれども、だから何という感じがするかもしれません。 でもおそらくこの歌が書かれた背景にはいつか障子の引き手が壊れることがある山の道で日が暮れて迷うことがある誘致意志を忘れてしまうことがあるウグイスの声にも気づけないほど心が焦り心が慌ててしまうそういう時があるそんな時何かこうよりどころとするものがありますかっていうような、まあ、そんなヒントが隠されているのかもしれないですよね。 実は聖書の格言というかそういうのって非常にこう直彩的に語られてる場合が多いので読みやすいって言えば読みやすいと思いますね。詩篇の言葉の中にあなたの御言葉は私の道の光私の歩みを照らす灯火というのがあります。分かりやすいって言えば分かりやすい。でもよくよく考えていくと私の道とか私の歩みって具体的にはどういうことだろうとか 光とか灯火ってあるけれども、これ一体何を何を照らしてくれるんだろうかとか、えー、まああれこれ思い巡らすとですね、結構いろいろなその内容について言葉が明確に示しているようでいながらいくらでも考えを深める、広めることができるっていうそういう面があると思うんですね。つまり、ずばりと 言葉に答えだけを求めるんではなくて言葉の内容をあれこれ考えてみる感じることでいろんな深いものが見えてくるということなんだろうと思うんです要するにそういうことをあれこれ思い巡らす作業によって自分を高めるとか自分を磨くということが始まるわけですね。でそれはきっと他者を助けたり励ましたりするためにとても有効なことになる有益なものになるんだと思います。 自分を磨くそれは自分だけのためではなく自分を考えいろんなことを考えて思い巡らすそれは自分が豊かになるだけではなくてあなたと出会う誰かがそのことで豊かにされるためでもあるということなんだと思うんですね。まあ深呼吸をしながらあれこれ思い巡らす作業をやめてはいけないのだと思いますね。まあ、その際ににに否定的的ななりすぎず楽観的にもなりすすぎぎずず楽観も 冷静に状況を思い巡らす温かい心と、まあ、冷めた頭というのが必要なのかもしれないなと思うんですよね。まあ、春ですからね、春のうららというのでなかなか冷めた心になりにくいですけれどもちょっと冷静に言葉についてあるいはそこに提示されている言葉をどういう意味かなと考えるのはとても大事なことのように思います。良い日にになりまますようにそれではまた